Hey guys! My name is Dante! キョランと、あれだ、ちょっと見えちゃった。キョランと、イギリスと言ったら何だと思いますか？まずい飯、サービスの悪い、ね、天気が悪い、信号が多い、歩行者が動きづらい、車最優先している、なんか人間的にドライ、遊ぶところがめっちゃ少ない、トイレが少ない、物価が高い。もう10個揃っちゃいましたね。まあいろいろとものすごく不満があるんですけども、でもイギリス唯一の名物があるんですよ。でねー、キットカットっすね。実はキットカットはイギリス生まれなんですよ。イギリスからできたんですけども、有名なネスカフェが、ね、イギリスの買収して、で今大きくしてるんですけども、もともとはイギリスので、ね、でもやっぱ本場のイギリスなんですけども、やっぱ日本のキットカットの方が種類豊富で、やっぱ美味しいのは確かなんですけど、まあ美味しいとかはよく分かんないですけど、まあとにかく開けましょう。俺何も考えないでさ買ったんだけどさ、なんだこれ、キットカット、あ、ヨーグルトだ、キットカットヨーグルト。これ日本にないよね。うん、あ、やべえ、うめえ。うわ、なんか今今日頭痛いな。いただきます。あ、これあれだ、食べた時に、あ、これチョコボールだと思って食べるんですけど、このキットカットだけ売ってもすごい美味しいと思うんですよ。このキットだけ売っても美味しいと思うんだよね。で、ここなんでダンテンスポイント、ダンテンスポイントは何点にしよっかな、45点。理由はこれが美味しかったっすね。このキットカットが、これが敗因ですね。あれ？でこなんです。 PDS 株式会社。